皆様こんにちは。私は日本口腔インプラント学会専務理事の柳瀬でございます。今日は皆様方にこのインプラントイヤーブック2020をご紹介させていただきます。皆様毎年一冊はご購入されていると思いますが、この2020は初めて日本口腔インプラント学会が監修をさせていただきました。ですので各インプラントメーカーの症例等は日本口腔インプラントの会員の先生方の症例が掲載させております。内容的には日本口腔インプラント学会の現状を宮崎理事長、我々執行役員がご紹介したり、大阪歯科大学の馬場先生、戸田先生がインプラントの研究倫理、我々臨床医にとって学会の発表や各研修会での発表の医療倫理の問題は非常に難しいところがありますが、解説を丁寧にかつ優しくしてくださっております。症例等に関しましては約30社のインプラントメーカーがご協力いただいており、それぞれそのインプラントのヘビーユーザーの先生方の自信を持った症例が掲載されております。何分にもこのインプラントイヤーブック2020は学術本ではないので商業誌であるという前提で先生方には見ていただければと思います。その分ややスリリングな症例もないとは言えませんが、非常に興味深い、いろいろな知識を得られる楽しい本として出来上がっていると私は思っております。では具体的に私がインプラントイヤーブック2020のご紹介をさせていただきます。12ページから関東特集で始まるのですが、